おはようございます。競馬 V です。こっちは福島の10です。テレビュー何福島賞用ですかね。こっちはもうラズルリッキー2番ですね。で6番アドマエナイト、11番ワンスインナムーン、13番ウィムート。でこっちもちょっと高級馬のウィムート、ワンスインナムーン、4歳馬ですね。でこのラズール一騎も高級馬になるんでちょっと買ってみようかなと思ってます。でウィムートに関してはもう僕セシバでこれ右前なんでもう実績も抜群で、ウィムートはもうぶっちぎりで来るんじゃないかなと思ってるんですけどね。ワンスインナムーンもかなり人気はしてしそうなんですけどね、まあ、どう出るかわかんないですけどね。でアドマイアナイトに関しても、まあ、右回り抜群の実績もあるのと、ラズルリッキーもそうですね、右回りの実績もあるんで目方も55ということなんで、まあいけるかなということですね。でね、一応ね、僕自身に黒丸をこうやってつけてるんですけど、一人ねちょっと僕の YouTube 仲間の子が、まあ、星印つけてるんですけど、5番のアポロの新山で、ドリームドルチ8番ので、9番脇の響き、これね、なんかねその子結構直感がすごいというかよく当たる子なんでね、競馬 V さん589どうかなって言ってたんで、一応ねその子の言うてるのは589の直感で言うたみたいなんですけどね、かなりの直感力というか意外性のある子なんでね、もしかしたら来るかもしれないんで、まあ参考にする方買ってもらえれば面白いかなと、結構な穴になるんでね、まあ、僕的には2番のラズールリッキー、6番アドマイヤナイト、11番ワンスインナムーンで、13番ウィムートの4頭ボックスのワイドの、これも500円ずついこう思ってます。まあちょっと余談になったんですけどね、5番8番9番はまあどうなるか楽しみですね。というか、チャンネル登録よろしくお願いします。